一宮競輪場は愛知県一宮市にある競輪場。2014年3月16日に本場開催廃止となった。廃止時の施設所有及び主催は一宮市で実施は日本自転車競技会中日本地区本部。競輪場廃止後は競輪場外車検売り場として運営されていたが、2019年4月4日から新規で場外車検売り場、 サテライト一宮としてオープンした。一宮競輪場は1950年に開設された。記念競輪は当地の名産より、京料館争奪戦として11月に開催されていた。昔から特別競輪が数多く開催され、日本選手権競輪は4回、オールスター競輪は5回開催されており、最後の特別競輪開催は2008年のオールスター競輪だった。 イメージキャラクターは星を衣装化したキラリンで、それにちなみ、キラリンカップ争奪戦が開催されていた。2004年4月からは、CS 放送のスポーツ専門チャンネルの EX スポーツにおいて、ケイリンライブの放送を行い、他にも地元ケーブルテレビ局 ICC の ICC チャンネルにでレース開催日に限り、再送信していた。トータルゼータシステムは、 日本トーター。2008年7月2日からは、手芸活式車券にあたる K-DREAMS の発売が行われていた。一宮市長は、一宮競輪場を2014年3月末で廃止する方針であることを発表した。これは、本場の売上高の減少傾向に歯止めがかからない上、経費の増加も予想されていたため、発表の時点で競輪事業から撤退できれば、 廃止に関わる費用を問題なく捻出できるとの考え方による。これにより廃止の手続きが市宮市議会に図られることになり、その後本場開催からは撤退するが、場外車券売り場として存続する方針が取られ、同年12月19日の市議会において、今年度限りで事業を廃止するための条例案が可決され、廃止が正式に決定する。 そして2014年3月16日に、市宮競輪場での最終開催が終了し、中部地区内の競輪場においては、初の開催廃止となった。なお、市宮を対象とした、重勝式の軽ドリームについても販売終了となり、最終開催日のみ一つのレースが外れになっても他のレースがすべて的中していれば、的中者とみなす特例措置が実施されたが、 適注車の出なかったビッグドリムの17,250円、及び、敬語の24,750円のキャリーオーバーが、市宮市の収益となった。廃止後も競争路などの施設が残され場外売り場や、自転車競技場として活用されているが、将来的には、すべての施設が撤去され、場外売り場は、同式地内で移転新築される方針となっている。 なお工事に先立って行われた土壌検査で有害物質が確認されたため、施設の撤去は2017年度以降に先送りされている。その後、競輪関係の施設については、2019年4月4日より、新たに専用場外車検売り場、サテライト一宮としてをオープンした。400メートルバンクだが500メートルバンク並みに直線が長く、400メートルの中では、 竹尾競輪場と並んで日本一の直線距離である。このためか一着決まり手の6割弱は差し、二着では差しとマークで7割と先行選手には不利な結果が数値として現れていた。本場開催終了後も一宮氏は競輪の試行権を保有し、平成26年度は試行権に基づく場外発売のみを行う形をとっていたが、 平成27年度以降は試行権が執行するため、名古屋競輪を主催する名古屋競輪組合が管理志行を引き継いで場外施設とすることになり、以降も市宮競輪場の名称のまま場外車検売り場として存続されている。その後、新たな場外車検売り場を市宮競輪場敷地内の南東、平島公園の西側に建設することとなった。なお、 建設予定地は一部がスタンドにかかっているが解体工事はせず空きスペースに建設される。面積は約2850平方メートル。オープン予定は2018年秋とされたが、サテライト一の宮として正式に2019年4月4日に開設。一節4日完成開催となった2002年4月以降の歴代記念競輪優勝者を歴。 日本選手権競輪廃止の危機を二度も救った競輪場として知られる。また1963年3月に東競輪場で開催された全国総派競輪決勝戦がテレビ地上派における最初の特別競輪中継であった。1971年、日本の公営競技としては初となる場内テレビモニターのカラー化を実施した。現在はいくつかの競輪場。 サテライトに存在するアドバイザー制度を導入した最初の競輪場であるアドバイザーは寺沢節を2008年9月11日当地で開催された第51回オールスター競輪初日第7レースに出走した内田圭が最終集会3コーナー付近で接触事故を起こし落ち者頭部を強打して死亡している2014年の本馬開催最終日には 内田の遺族も来場し、閉場セレモニーにおいて、来場客と共に、改めて黙祷を捧げた。本場会再終了後も、内田の命日には、事故のあった3コーナーで、日本競輪選手会愛知支部の選手により追悼が続けられてきたが、2019年3月末の競輪場の閉鎖後は、サテライト一宮に場所を移して行われる。人名選手として知られた。 左京原稿は統計臨場をホームバンク都市通算200勝も登場で達成した。ありがとうございます。